マリアでルアーの設計を担当している元井と申します。今回はダイビングペンシル、そしてポッパーを使った青物の誘い出しについて改めてご説明したいと思います。ではなぜ誘い出しが有効かというところですが、まずルアー自体のシルエットですね、メタルジグに比べて大変大きなものになっていますので、それ自体の持つシルエット、存在感というものが大きいことで魚により発見されやすいのが特徴といえます。そして次にプラグ独特のアクションですね、このアクションによってメタルジグでは演出できない波動ですとか音、ないしは水面を攪拌することで生まれる影ですとか、さまざまな要素が相まってメタルジグにはないアピールを生むことで魚をより引きつけることができます。まず使用するタックルですが、日本の近海、こういった G 袖したり、堤防周り、近場で釣れる青物でかなり多いのが、3キロぐらいまでのイナダですとかハマチですねのブリクラスまではいないようなシチュエーションだと思います。で、そういった形でマックス5キロぐらいまでを想定する場合です と、10フィートぐらいのミディアムクラスですね、このシュワジギングロッドに、中型のリール、こちらに P25 ぐらいから3号ぐらいですね、それにリーダーの方が、40ポンドから60ポンドぐらいを想定しておけば問題ないかと思います。続いて使用するルアーですが、主に青物の誘い出しで使うルアーがダイビングペンシル、そしてポッパーになります。まずダイビングペンシルですが、こちらがラピード160、160mm 50g のペンシルになります。こちらのサイズが、先ほど言った P2 号から3号のタックルで使いやすいサイズになっています。魚の大きさですね、ないしは、食べられているベイトのサイズによって、130mm ぐらいのサイズまで用意しておくと良いかと思います。続いてポッパーです。こちらがポップクイーンの160、160mm 65g のルアーになります。主にちょっと波が高い時ですとか風が強い状況にポッパー有効になってきますので、若干重めのものもあると有効です。こちらも魚のサイズやベイトサイズに応じて、130mm ないしは 105mm ぐらいのものまで使うと有効な場合が多いです。基本的なダイビングペンシルの操作ですが、リーリングによるアクションではなくロッドによるアクションを心がけてください。若干ラインスラックが出た状態でルアーが垂直になっている状態、こちらから、ロッドの操作でダイビングさせます。で、ダイビング中は余計なリーリングを行わず、ロッドの力のみでダイビングして竿を戻すときにその出たスラックを回収するような形で操作してください。で、ルアーの操作のタイミングですが、必ずルアーがダイブした後に水面から浮上すること、これは必ず心がけてください。魚がバイトするタイミングが、ルアーが浮上している瞬間、ないしはもう浮上してダイビングする直前であったり、必ず浮いてる時にバイトするタイミングになりますので、必ずルアーを浮上させる、この一点については守るように心がけてください。続いてダイビングペンシルの操作スピードですが、ロッドのワンジャーク、それに対してリールを2回転ぐらい巻くスピード、こちらが基本のスピードになります。ワンジャークして2回転ワンジャークして2回転ですね、こちらを基本のスピードとして、魚の活性であったり、ちょっとベイトのサイズによって誘い方を変えるイメージで使用しています。ワンジャーク2回転ワンジャーク2回転このぐらいのスピードですね。魚の状況が分かんない場合はこちらの基本のスピードで常に操作し続けることでがいいかなと思います。続いてショートジャークです。ショートジャークは通常のロッドジャークにワンジャークに対して、2回転巻くところを、ワンジャークに対してリーリング1回ぐらい、このぐらいの操作速度で演出しています。で、ショートジャークですがルアーのイメージとしてはダイブしたルアーが 2,3 回水中で頭を振るイメージですね。 2,3 回浮上し頭を振って浮上する 2,3 回頭を振って浮上するで、ワンジャークに対してリール1回転ぐらい、このぐらいがショートジャークです。
有効なシチュエーションとしては主にベイトが小さい時ですね。そういう時は捕食する魚の吸い込みが非常に弱い場合が多いので、ルアーの移動を抑えたショートジャークで、魚の弱い吸い込みに対してしっかり口に針を持っていくようなイメージが有効かと思います。ルアーの入水に対してもややソフトに入水することで、小魚特有の弱い波紋、水の動きを演出してより小さいベイトを演出することが可能です。続いてロングジャークです。基本のワンジャーク2回転リーディングという巻きに対してロングジャークでは長い距離をロッドで引っ張って3回転ぐらいリールを回収するイメージです。ルアーはかなり激しめかつ早めのアクションイメージになります。で、有効なのは、ルアーの動きそのもので、ダツやトビウオなどやや早めに移動する魚、スピードがあって遊泳力がある魚を捕食しているときに、それをイメージしてアクションさせてあげてください。続きましてポッパーの操作を説明します。ポッパーですが、激しく誘うようなことを想像している場合もありますが、基本青物の場合は、ロッドの自重プラスアルファぐらいの力でそんなに激しくなく操作することを心がけています。で、リールも1回転から2回転ぐらい巻くイメージですね。本当竿を前に出してその自重で下ろすときぐらいのインパクトでアピールをさせています。ポッパーですけど、ダイビングペンシルとの最大の違いはカップによる音、そして泡ですね。特に泡についてはルアーのシルエットを若干ぼかす効果も出てきますので、サイズに対して魚が見切りづらいような効果もあります。で、ポッパーもダイビングペンシルと同じで特にカップに水を受けてアクションするルアーですので、必ず浮上させてから次のアクションというのは心がけてください。続いてポッピングです。先ほどのジャークと比べてややショートめにロッドをより煽るような形にして激しくポッピングさせます。遠くの魚を呼び込みたいときやちょっと濁りが強いようなシチュエーションで聴覚的、あと波動と音として、ルアーの存在を確実にアピールさせることで、そして、大きな泡によって寄ってきた青物に見切らせることなく口を使わせたいようなときに使います。続いてロングジャークでのバブリングです。こちらはロッドのアクションプラスリーディングによってもちょっと長い距離引いて水中に白い泡を多く残すような感じになります。長い白い泡を引くのが特徴で視覚的にかなり目立ちますので、特に遠くの魚を視覚的効果で寄せるのに効果があります。以上がダイビングペンシル、そしてポッパーを使った青物の誘い出しの情報になります。ダイビングペンシルだけではなくポッパー、この2つを織り交ぜて、ローテーションすることでこちらにしか反応しない魚、ポッパーにしか反応しかない魚、両方を狙うことができますので、ぜひとも2つ種類織り交ぜて使うようなことを心がけてみてください。